たかしのお花畑、ようやく規制も取れまして、まだまだちょっとね密着はできないけれども、スタッフを紹介しようかなと思ってます。まずはですね、2年ぐらい一緒に働いているゆうです。はい、よろしくお願いします。彼はこちらの用語で言うとのんけなんですけれども、そうです、まあいろいろね、あ、やめなさい。次はアイドル系的な存在のあさとです。お願いします。あさとは20歳で若くて可愛くて、たまにあの毒出るって感じですかね。さあ、まあちょっとコロナが収束しましたけれども、何してました？あさと何してた？いや、僕ずっとゲームしてましたね。あ、金使うね。はい、ずっと課金しました。うん、散々叱ったんだけど、はい、この私がですね、はい、もうなんと熱盛にハマりましたまあ毎日木切って魚取って蝶々取って、何が面白いかと思ってましたけど、思いっきりハマっちゃった。この前、はい、この前っていうか私お店にまで持ってきてやってるっていうダメじゃないですか。ずーっとやってたんで。言ってたの。そうなの。切り替えは大事よって。そうなの。あと他にルミちゃんっていうね、あのニューハーフの子もいて、はい、そのスタッフで男の子もいるんだけど、なんとその子とルミちゃんがラブラブで、最初はルミちゃんあの下にね、まだあのいろいろついてたから、何度もそう、やめなさい10年間一緒にいてさ、ほんで今度結婚だって。だからルミちゃん、うん、性転換して女の子になっちゃいました。またそのね、ルミちゃんもね、ただいまあのぎっくり腰中でございます。そうなんですか？そうなのよ、ぎっくり腰で、あの一歩も動けないって抜かしたんで、うちもですね6月の1日からですね通常営業しようかなと思ってるんだけど、まあルミちゃんもね出てもらって皆様にご紹介したいと思います。で、じゃあこれからだけどさ、どんなことをやっていこうかみたいな、ようやくほらこうやって集まってもできるし、まあほらよくテレビでやってるようなさ、あのドッキリとかさ、ね、朝とかやってみたいですね。うん、私あの朝との部屋にあのよくあるじゃん、あのシャワーしてるところの上に、はい、潜んでて、はい、朝とかこうシャワー浴びてる時に上から覗くっていう、はい、ああなるほど、うん、いやいいあれやってみたい。私なぜ朝とのほら部屋の鍵持ってるから、はい、うん、あの泡がなくなって、そうそうそう、泡やってこうシャンプーしてる時上見たら私がいるみたいなね。面白い面白い、うん、でも見てる人今なんで僕の部屋の鍵持ってるのって思ってます。あ、ほら何か一人間違いない、一人怖くないですか、一人暮らしだからほら何かあってもいけないから、うん、この間も鍵のおなくしになられたから、そうそう、あの朝人くんってあの福岡から出てきてバーベキュー場でね働いてバイトしてたところを、私たちがたまたまのオカマ軍団で遊びた時にスカウトして、2日後にはうちに入店したっていうね、驚きの、すごい、うん、驚きの朝人くんなんだけど、あの名古屋に一人も友達がいなくて、まあ私たちもいるんだけど年上ばっかだし寂しい寂しいって言って、何にするのかなと思ったら出会い系用にねあの手を出して、そう、私はてっきり女の子と知り合うのかなと思ったら、なんと男の子とね、はい、うん、友達ですからね、友達が欲しいってね、男の子と知り合ってね、部屋まで呼んでね、はい、あの一緒に泊まってね、寝てたらね、その子は何したんだっけずっともぞもぞ後ろから触られるんですよね。うん、そう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 寝てる間にね、何かなと思ったらホモだったっていうね。あ、そりゃそうでしょだってオカマの方とかってそんな多いんですか今？いっぱいよ、いろんなのがね、はい、絶対クラスに一人はいるみたいな、いるね、いるね。私も中学の時にあのクラスメート半分男子の8割方と修学旅行でいろんなことしちゃったからね。いろんなどういうことですか、うん、それっきり私はもうあのおかまおかまって有名でしたけれども、もうさらけ出してたんですか。うん、その頃番長みたいなのいるんだけど、はいはい、まあそいつとやまあいろいろね、あのあったからなんか絶大な力を持ってるっていうね、うん、いじめられてしなかったんだよね。ユウはいつ人と付き合ったの？小5です最初。でも付き合ったうちに入るの？小5って、そんなこと言ったら私もだって幼稚園の時にだって何松の葉っぱであったあの近所の友達のチンチンツ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 ンしてたの、お母さんがその子連れてきて私呼び出されてもうパンパンに腫れちゃったって、あそこがすんごい怒られたことあるんですよ。え、いつから見舞えたんですか？まあ、分かんない、そのそういうことになったのは中学生、小学校後半ぐらいだけど、うん、でも興味津々でしたよ小学生の頃は。やっぱりそういう押し物のやつとか、あ、そう、さっき朝ととかも温泉とかっていうところワード出てたんですけど、はい、あのマッサージのやつあるじゃないですか、うん、
あ、ありますね。ジェットで、なんか腰をおじいちゃんたちが当ててるやつあるじゃないですか。あれで、よくおじいちゃんと一緒に2人で行ってたんですけど、おじいちゃんなんかマイペースにこう入ってくんで、僕一人でジェットバス行って、腰温めるっていうことを知識的にはなかったんで、あの、ちょっと、チンチンやってやったな。ちょっとなんか気持ちいいなってなったんで、多分出てましたね、あれは。気持ちいい、なんてこと喋ってない。何が出たら、おしっこでしょ。おしっこ、あ、よかったよかった。湯船で、多分湯船でおしっこしちゃダメよ。すみません、プールではありますよね、でも。はい、いうことで、またお願いします。お願いします。あさことは立派だっていう噂だよ。でも自称ですよ。見たじゃないですか。見たじゃないですか。見てないわ。見たの？見てないわよ。あ、見てない。見てないで、自分で見せたんじゃんね、トイレで。